アンリ・ドコワンはフランスの脚本家、映画監督である。1890年3月18日、フランスパリに生まれる。ドコワンは水泳と水球というスポーツ競技で有名になった。1912年のストックホルムオリンピックでフランス大学スポーツクラブと共に500メートル自由型のフランスのチャンピオンの一人になった。 第一次世界大戦中は飛行士であり、市民生活に復帰して、スポーツジャーナリストとなった。L オ落トシ、ラントランジジャンエル・イントランジジェント紙、パリソワール・パリソワール紙に書いた。30代になってからの1920年代に、ビクトル・トゥール・ジャンスキー、カルミネ・ガローネ、マリオ・カメリーに、ジャン・ドレビルといった、監督の助監督を務める。九百二十年代半ばには、 モーリス・シャンプルー監督のレロア・デラ・ペイダレイやルネル・ソンプティエ監督のレピー・ティット・ペラーゴなど脚本を書き始める。1926年、注目すべきサルボクシングの試合の話、カンズ・ラウンズを出版し、続いて演劇と映画のためにも書いた。1929年からアシスタントをし、シナリオに署名を続け、1933年には43歳で、 トボガントボガンで映画監督としてデビューする。ドコアンはあらゆるジャンルへと切り替わっていった。シムノン原作の本案、歴史もの、スパイもの、心理ドラマ。彼の技術的権威とエネルギーは彼の映画それぞれに、良質の映画に直線的に位置づけるレッテルを与えた。1969年7月4日、パリで死去。79歳没。 二人目の妻として、女優ブランシュ・モンテル、かつてはダニエル・ラリューと結婚していた。ありがとうございます。